マチポヤチャンネル。こんにちは。ですね、前回の動画にもあげたんですけれども、髪の毛を切りまして、で、それから1週間ぐらい経ったんですが、切った時すごい良かったのに、もうこんなに伸びてちょっといけてない感じになってしまいました。で、10月の3日から6日まで、台湾でですね、ポケモン GO のイベントがあるので、私はちょっと早めにそこに台湾に行こうかと思ってるんですけれども、でせっかくなので、ちょっと髪の毛きれいにしていきたいなと思って、こちら、ビューティーンのポイントカラークリームのチェリーピンク。前回、別の動画で紫を試したんですけれども、ちょっと今回はチェリーピンクを使ってみたいなっていう風に思っています。前ですね、結構綺麗に染まったので、多分今回も派手に染まるんじゃないかなっていう風に思ってます。今、ですね、結構プリになっちゃってるんですけれども、下の方はもうほとんどこれ以上抜けないなっていうぐらい抜けてるんで、多分ここはもうすごい本当に真っピンクになるんじゃないかなと思ってます。それではやってみたいと思います。というわけでですね、早速、やっていきたいなっていうふうに思います。シャツ白いんですけれど、まあもうこのシャツいらないんで毛染め用にしようかなっていうふうに思っていて、このままもうパッパッパって塗っていっちゃうと思います。こんな感じです。これもう他のとこついたら絶対取れないんで気をつけてやんないと。今髪の毛だいぶ短くしていて、中も反り上げてるんでもう濡れちゃいそうな勢いなんですけれど、ちょっとやば、これ毛先まで濡れてますかね。あんまりよく見えない。この辺も、あ、やっぱ眉毛が黒いの気になりますね。でもなかなか眉毛だけ脱色するっていう勇気が出なくって、うわここやば、なんかつきそう。ここはい、一通り塗れました。ちょっとピヨンとなってるんですけど、でこれからこのまま引っ越しの準備、引っ越しじゃないや、旅行の準備をしないといけないので、これをかぶってしばらくこのまま旅行の準備をしたいと思います。難しい、ちょっと難しいんですけど、あーついちゃうかな。なんか破れちゃったかも。こんな感じで
これで、2、30分置きたいと思います。ちょっと長めに置きます。気がついたら1時間ぐらい経ったので流していきたいと思います。それではですね、キャップを外して、流していきたいと思います。なんかつきそうで怖いですよね。よいしょ。多分ついちゃうんだろうな。全くつかなかったです全くつかなかった。綺麗な色の泡になります。わかりますか？薄いピンクの泡になりました。こんな感じで、なんかお風呂場だとそんなにピンクに染まってるようには見えないんですけれど、後で乾かしてみたいと思います。どうでしょう、結構ピンクに染まったんじゃないかなというふうに思うんですけれど、こんな感じですね。今台湾にいるんですけれど、台湾では結構このピンクの髪の毛の色の人をいっぱい見るような気がします。染めたのが、飛行機に乗る当日だったので、ちょっとゆっくり動画が撮れなくって、これは染めてから1日経ってますけど、まあまあまあ、すごい綺麗に発色してるんじゃないかなって。